今回はね、やっぱシーズンが変わったばっかってことで、やっぱね、レベル上げが重要だと思うよね。だから、まあ、XP がね、いっぱいもらえる XP マップ、まあ、クリエマップっていうのを紹介していこうかなって思います。まあ、2種類。1つ目のマップコードっていうのが、6264、0434、5862。まあ、よく見るこのマップだね。まあ、着いたらよくあるね、XP マップ飛ばされるんで、まあ、そしたら、まあ、XP がもらえると思うよね。まあ、これが来たら、まあ、できっとも。そしたら、なんか、すごい時間待ったら、斧も取れそうなんだけど、そこじゃなくて、このスイッチのあるところだね。スイッチあたりから伸ばすのがいいかな。ここ。ここの間で獲物を取って。そうするとね、この辺だったかも。スイッチが出てくるはずないよ。あったわ。で、900秒待ちます。そしてね、この待ってる時間にも XP 稼ぐ方法っていうのがあって、こいつらよね。こいつらを倒すことで、一応ね、XP 稼ぎもできるっぽい。まあ、ここで稼ぎたいよって人は、まあ、こう一直線になるように並んで、こう。これが一番効率良さそうやね。シンプルにエイム練習するのもいいと思うけど。いや、エイム練習の方がいいかも。よし。そしたらスイッチだね。まず最初は6。で、次が9。で、また6。で、最後も9。で、これやったらここのボタンを押した。そしたら OK だね。6969だね。そしたら、こっからね、XP のスイッチを押しに行くんだけど、まずは、前に見える、あの白いお家やね。てか、なんか、いちいち全部遠くねえか、これ。ここの屋根のこっち側だね。ここに1個あります。そしたら、今度はね、あそこの、フィッシュスティックの店まで行きます。まあ、ここまで来たら、中入って、こっち行って、2階。で、このまま上行って、また上行って、ここのね、この2つの間だね。そしたらまたさっきのフィッシュスティックのところ行きます。ここの角、ここにあります。よし。そしたら今度はあの奥、奥行ったら、このまま上登って、ここだね。ここに取ります。そしたら今度は、こっちの奥の家、行きます。まあ、ここの家行ったら、ミスった。上行って、上の階のこの絵、そして次があそこの倉庫みたいな、あそこだね。ここ来たら入って、上行って、ここだね。で、次が最後、一番でけえところ。ここ行って、行け！で、妹。で、角。
で、これが最後になってるね。で、ここまで来たら、こいつらを、まあ、こうやって倒しとけば、勝手に XP が集まってくって感じだね。そしてね、二つ目のマップっていうのが、コードが0038-1331-2154。まあ、このマップになってるね。1。まあ、できるようになったら、スイッチを押すんだけど、まずは8。2、3、4、5、6、7、8。次が2、1、2。で、次が7。で、最後も2、1、2。で、ここでこのボタンを押すと。そしたら、なんか地獄みたいなところを飛ばされるんで、こっから押してくって感じだね。まずは、まっすぐ進んで、このまま上行きます。で、ここの樽だね。樽なのか。まあ、樽なんでしょう。押します。そしたら次はね、このまままっすぐ行って、この中通って、こっち側。で、この皿の後ろだね。そしたら今度はこのまままっすぐ行って、このまま下に落ちます。で、この椅子だね。そしたら今度はあのでっけえの、あ、まあ、そんなでかくねえけど、あそこ行きます。ここにね、あります。そしたらまたあそこ行きます。そしたらこの部屋入って、下行って、ここだね。そしたら今度はあっち、そしたら今度は普通に中入って、この段ボールなのだね、なのだね。そしたらまたあそこ行きます。そしてそのまま出る。で、ここやね。これが最後になってる。これ押すと、そしたらいつものとこを飛ばされるんで、ここでこうやって狩るだけ。これで XP がめちゃめちゃ稼げんの。自分は1個前の島でちょっと稼ぎすぎたからもらいをしてないんだけど。